こんばんは、鹿の間です。今週も1週間お疲れ様でした。今宵はですね、アイテープ歴7年の私が今話題になっているアイテープのレビューをしていきたいと思います。実はこっちだけすごく幅が狭い二重で、すごく左右非対称な目をしています。まあ学生の時に外カメラで写真を撮られた時に目の左右差に衝撃を受けて、それからねアイテープだったりアイプチをするようになりました。で特に私まぶたがすごく薄いので、アイプチでも広がるんですけど、どちらかというと片面のアイテープを使うことが多かったです。ありとあらゆるアイテープを使ってきた私だからこそ、今回はですね辛口で細かくレビューしていきたいと思います。本日紹介するのがこちら、メッシュアイテープでございます。これですね、すでに有名なので使ってるよって方もいるかもしれませんが、このメッシュアイテープはですね、ベストセラー1位だったり Amazon のビューティーランキングの上位をずっと陣取ってて、そんなにいいんか、そんなにみんな買ってんのかと。話題のアイテムはね試したいタイプなので、今回はねこちらのメッシュアイテープを紹介していきたいと思います。でこのメッシュアイテープは3種類あったので、3種類とも購入してみました。まず1つ目が楕円型のアイテープでございます。こちらはまぶたの厚みが普通の方におすすめです。続いては半月細めですね。これはまぶたが薄い方におすすめです。でラストが半月太めですね。これはまぶたが厚い方におすすめです。でこちらお値段が599円で、入ってるアイテープは380枚入っております。なのでね、約半年間使えるアイテープで、かなり安いんじゃないかなと思います。続いて入ってるのが手のひらサイズのスプレー容器です。続いて Y スティック1本入ってます。私が今まで使ってたアイテープにこういう Y スティックっていうのは付いてなくて、だいたいアイプチ2セットで付いてるものを使ってたんですけど、これが入ってるのはすごくありがたいですね。続いて入ってたのが V ピンセット1本です。で今紹介したピンセットとスプレー何に使うんだって思う方いらっしゃると思うんですけれども、なんとねこのアイテープが普通にまぶたに貼るだけのアイテープじゃなくて、水に濡らして使うタイプのアイテープだったんです。水に濡らして使うということは水に強いということで、まあ、これからね夏が来て汗をかく時期になってきます。まあ、そんな時にもね使えるアイテープなんじゃないかなと思って、今回は購入してみました。まずはこちらの楕円のアイテープからつけていきます。フィルムを剥がして取っていくタイプですね。ちょっとよく見るとねずれてたりするので、使えないものもいくつかありますね。今楕円型のメッシュアイテープ取ってみたんですけど、めちゃくちゃ薄いですね。これすぐ曲がりそうなので、ちょっと慎重に使っていきたいと思います。今水なしで上から楕円半月細め半月太めで貼ってみたんですけど、貼れるのは貼れるんですけど、やっぱ端っこ部分が若干取れてくるので、粘着力はあんまりないかなって感じですね。でも手でこすっても真ん中部分は全然取れないですね。端っこがちょっと危うい。ちょっとね軽く水をかけてみたいと思います。水かけるとね、やっぱり粘着力も高まりますし、端っこ部分もしっかり肌に密着してくれてます。こうやってね軽くこすっていくとね、しっかり取れていきますね。で後からしっかりまぶたにもつけるんですけど、一旦アイシャドウを塗っていきます。上からアイシャドウを塗ると、あーでも弾くなー、アイシャドウ。でも濡らしてたメッシュがね乾いてきたら、しっかり乗り始めましたね。ちゃんと乾かして塗ると綺麗に乗ると思います。それでは実際にまぶたにつけていこうと思います。今回最初に使うのが、まぶたが普通の厚みの方におすすめの楕円形です。それではまず1枚取ります。でピンセットでアイテープを取ったら、水をつけていきます。1回ぐらいでいいかな。それではねまぶたにつけていきます。私の元の二重と新しい二重の間に入ってしまったけど、まあこれはこれで広がったかな。この下の線が気に食わないので、二重に貼ってみたいと思います。それではちょっと二重に貼ってみたいと思います。下部分に貼れば綺麗にピンってなるかな。はい、今こちらだけ二重に楕円を貼ってみたんですけど、ちょっと一気に貼りすぎたんでね、こっちにも楕円貼っていきたいと思います。それではこっち貼っていきましょう。鏡なしでするのめっちゃむずい。ちょっとこれ場所あっとるかわからんじゃけど、やばい、やりすぎた。場所ミスったんですけど、1枚だけでもこんだけ二重幅が変わります。ちょっと下手くそなんでね、形がすごい変になっちゃったんですけど、練習すればねうまくいくと思います。今こっち1枚のアイテープ、こっち2枚のアイテープつけてるんですけど、比較してもねこの距離でもあまりわからないんじゃないかなと思います。はい、遠目から見るとこんな感じです。こっち1枚こっち2枚で、この距離から見てもかなりナチュラルじゃないですか。目つぶってみるとこんな感じです。アイシャドウはね最後のアイテープで見ていきたいので、続いては半月細めに移りたいと思います。てか普通に外れるんかいなと、痛かった。外すときねちょっと痛かったんで、まあ、粘着力が強いということで、まあ、あの皮膚が弱い方とかね、ちゃんとクレンジングオイルとか使って外すことをお勧めします。続いてはまぶた薄い方におすすめの半月細めを使っていきます。裏もシュッシュしたら表もシュッシュ。それでは貼っていきましょう。ここだ。
ほら、三重は大変ですね。ちょっと細いんで三重に食い込んでしまいますね。ちょっと二重に貼っていきます。まあ、二重にするなら太め使えて話なんですけど、まあ、一応検証としてね、2枚つけてみましょう。まあ、2枚で若干見え抑えられたって感じかな。こっちはね、1枚だけ貼っていきます。さあ、うわ、伸びる。あー、やばい、変なとこに貼ってしまった。ねえ、あの細いやつめっちゃ貼りづらい。はい、今半月細めこっち2枚こっち1枚つけてみたんですけど、いかがでしょうか。この距離から見てやはりね、あの半月細めの方が楕円に比べると目立たないですね。でこっち2枚貼ってるんですけど、やっぱ細めのやつ2枚貼るとね、すごいナチュラルで、この距離でもねあんまりわかんないですね。色味自体はね、まあパーフェクトって言っていいぐらい肌に馴染んでますけど、やっぱりね近くで見るとガタガタってなってるのがわかるので、まあ、うまくね馴染ませれるように練習していくとバレない二重になるんじゃないかなと思います。一枚だと確実にバレない気するよ私。続いてはですね、こちら半月太め3をつけていきましょう。裏に2回ぐらいつけて、これが一番強烈だと思うんですよ私的に。はい、はい、貼った。おお、求めてたのこんな感じ。いいじゃん、これまぶた厚めの方におすすめって書いてあったんですけど、私のまぶた意外と薄いんですけどね、やっぱこれが一番頑丈で綺麗な二重になりますね。安定といったらやはりこの半月太めなんじゃないかなと思います。下向いてみるとこんな感じです。いかがでしょうか。それではこっちにも貼っていきます。ここかな。あ、でもいいじゃん、いいじゃん。この端っこまでさ、線が来てくれたらいいのにな。はい、両面今半月太め貼ってみたんですけど、いかがでしょうか。遠目から見るとこんな感じなんですけど、めちゃくちゃ安定感がありますね。個人的に今日使った3つの中で、私はこのね、半月太めがいいんじゃないかなと思います。なんか太いだけでかなり安心感があります。まあ、若干ね、まぶたに違和感はあるんですけど、まあこれは慣れだと思うので、まあ夜寝る時にね、つけて片付けとかにはね、この一番太いのがいいんじゃないかなと思います。こっちの方がやっぱ幅が狭いので、もうちょい太くいきたいので2枚いきます。とりゃ上から貼ったぞ。まあ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 左右対称なんじゃないかな。はい、まぶた幅広くなったんですけど、いかがでしょうか。下向いてみるとこんな感じです。こっち2枚こっち1枚ですね。いやー、安定感が違う。めっちゃ安心するこのまぶた。ちょっとね、上からアイシャドウ塗ってみたいと思います。まずはまじょまじょの薄い701番から使っていきます。まあ、これをね筆で軽く塗っていきましょう。乗るのかな。あー、でもなんかメッシュの間に入って上には乗ってるのかわからないんですけど、間に入り込んでくれるので、でも目立たないですね。やっぱ一番最初に手に試した時よりかは、やっぱちゃんと乾いた状態で塗ってるので、しっかりとねアイテープの上からも色が乗ってくれます。これはいいんじゃないでしょうか。すごくない？めっちゃナチュラルなんですけど、下向いたらどうですかね。ちょっと下向いた状態私見えないので。これはね、アイシャドウを丁寧にのせるとね、相当バレないアイテープになるんじゃないかなと思います。あー、なるほどね。メッシュだから間に入って発色してくれるんだ。今ね、塗ってない方と比較すると、やっぱアイシャドウ塗った方がね、アイテープしてる感がない。見て、眉毛上げてもアイテープ感があんまりない。さっきよりもさらにアイテープ感なくなった気がするんですけど、いかがでしょうか。二重にも塗ってみましょう。二重はやっぱりメッシュの下もアイテープだから、あんまりこっちは乗らないかもな。二重にする意味ないんですけど、まあ、頑固すぎるねまぶたの方は二重にすると、やっぱ二重になりやすいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ二重だとねあんまりアイシャドウ乗らないね。メッシュの間にアイシャドウが入り込んで皮膚に届いてくれて発色してるので、やっぱ発色はしづらいかなって感じですけども。続いてはね、こちらまじょまじょの401番ですね。さらに上から塗っていきたいと思います。まあ、濃いめのアイシャドウを上から塗るとどうなるのかを検証していきましょう。あ、やっぱねちゃんと肌に行き届いてくれてピンク発色してくれますね。一番最初にアイシャドウ検証した時はやっぱアイテープが濡れてたんで、しっかり乾いた状態で塗ると綺麗に発色してくれますね。はい、こんな感じでアイシャドウ塗り終わったんですけど、いかがでしょうか。下向いてみるとこんな感じです。で、私が今まで使ってきたアイテープアイプチランキングの中にこれを入れるとしたら2位です。1位はなんだって思う方いると思うんですけど、やっぱり私はね、折り式が一番まぶたに合ってるなって思います。まあ、折り式があるおかげで半年間はだいたい二重まぶたが幅広いままで保たれてるので、まあ、これもね今日からつけてどれぐらいねまぶたが保てるのかをねちょっと検証していきたいなと思います。
で、アイテープもいろいろあってね、Amazon で探しづらいって方もいらっしゃると思うので、提供とかアフィリエイトではないんですけれども、概要欄に URL 貼っているので、気になった方は見てみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。